こんにちは。渋谷で美容師をしております内山ひかると申します。今回はプロが教えるドライヤーで髪の広がりを抑える方法をお伝えできればと思います。髪が広がってしまうとスタイリングをした時にどうしても持ちが悪くなってしまったり、逆に巻きをした上で髪がより広がってしまう原因になってしまうので、正しいドライヤーの使い方を覚えてなるべく髪を抑える方法を知っていただきたいと思います。はい、それでは前髪の乾かし方をやっていきます。私の場合ですと前髪の毛流れがこっちに向いてるの分かりますか？人によって前髪の癖全然違います。なのでご自身の前髪の癖を理解していただくことが一番前髪を乾かすポイントとして重要なことになります。このようにこすって前髪を乾かしてあげることによって綺麗に前髪を下ろすことができます。人によって生え方の癖が違うので、ただこするというよりかは先ほどお伝えしたように自分の生え方をしっかり見てあげて、こすりながら生え方とは逆の方向に少し引っ張ってあげると日中も崩れない完璧な前髪の乾かし方ができると思います。はい、サイドの毛流れをまとまるように乾かしていく方法をやっていきます。人間のつむじはこのように自分の左側はまとまるように生えてて、逆に反対の右側は外を向くように生えてます。ですからしっかりと特に右側は前に引っ張るように乾かしていただくと自然とまとまるように乾きます。こちらの絹糸ドライヤーをお使いの方はまずはじめに風量をしっかり当ててあげて乾かしてあげた後、風量調整ボタンを2回ほど押していただいて風量と熱量を調整していただくと繊細な風と少し温かい温度で乾かしていただくことによってまとまりとツヤがより増して乾かせるのでとってもおすすめです。このように根元をしっかり乾かしてあげた後に毛先を乾かすのがポイントです。毛先の乾かし方は乾かしたい毛先の方の反対の手を使ってしっかり引っ張りながら乾かしていただくとツヤも出てまとまりも出て綺麗に乾きます。できる方はブラシを使ってこのようにドライヤーを当てながら一緒にブローしてあげると巻きの取れもしにくくてよりツヤも出て乾かせると思います。ということで今回は一般の方にぜひ知ってほしい美容師が教える髪の広がりを抑えるドライヤーの使い方をお伝えしていきました。こちらに私のインスタアカウントを載せさせていただいてますのでぜひフォローしていただけたら嬉しいです。この絹糸公式チャンネルではたくさんの美容情報をお届けしてますのでぜひグッドボタンとチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。